私はここ習志野で生まれ育ちました。そしてこれから先10年後、20年後、年を重ねてもやはりこの習志野で生活をしていきます。この地域に愛着、そして責任がございます。この地に定住してくださっている方々、この地で教育を受け育っていく子どもたち、すべての皆様が未来に夢と希望を持ち誇れる習志野、千葉県にしたい、これにつきます。私は私を支持していただいている皆様の期待に応えたい、信頼してもらい託してもいいと思ってもらえるような候補者でありたい。皆様が誇りやプライドを預けられるような議員になりたい、こう胸に刻んでいます。4年前私は未来都市創造というスローガンを掲げ、皆様に県政へと送り出していただきました。私の考える未来都市とは、一点では防災力やインフラが強く、医療提供体制が充実しており、治安が良く安心安全な町である。2点目は向上心が持てる教育環境があり、安心して子どもを産み育てられる町である。3点目は公平な福祉が助け合える町である。4点目は住人それぞれが独立自尊し、時には称賛し、時には激励し、頑張る人が報われる町であること。5点目は歴史文化が経済が栄える、特色があり世界から注目される町であること。これらを皆様と共有させていただき、実現することで未来都市に向け一歩一歩前進できる確信しております。今月2月の6日、この日本から遠く離れたトルコ・シリアの国境では大地震が発生し、これまで約5万人の死亡が確認され、未だ数万人の行方不明者がいるということです。日本においても皆様の記憶に新しい12年前の東日本大震災で 2.5 万人以上の方が犠牲になられています。首都直下型地震、2050年までに 70% の確率で発生すると言われています。また気候変動による自然災害の激甚化はさらに勢いを増すと言われています。防災力やインフラの強化、また医療提供体制を充実させること、喫緊の課題です。3点政策のお話をさせていただきます。1つ目、令和元年房総半島台風とその関連する大雨被害、被害状況を鑑み、私は習志野の無電柱化を進めています。ようやく日本商店街が完了しました。先日津田沼商店街に着手し、その後国道14号線が計画中です。まだまだ道半ばでございます。国道14号線以南の地域を津波高潮液状化から守るため、市内3河川に3カ所の水門と排水機場の設置、ようやく設計に着手しています。これもまた道半ばでございます。2つ目、新しい県立病院、千葉県総合災害救急医療センター、千葉県内の救急医療最後の砦として
習志野市と千葉市の市境に本年中に開院する目処がつきました。この病院は感染症に対応できる設備やヘリポートなど最新の設備が備えられております。3つ目、藤崎赤根浜線635メートル。私の先々代、何十年もかけて取り組んできた南北の背骨、4車線の幹線道路、令和7年度中に絶対に開通させます。このような安心・安全が備えられていなければ、未来都市は想像できません。本日はその土台となる政策をお伝えさせていただきましたが、その他諸々の政策、教育、子育て、福祉などリーフレットに記載させていただいております。どうか私に最後までこれらの政策を取り組ませていただきたく、よろしくお願いします。